玉ちゃん。玉ちゃんは、2002年に玉川に現れたオスのアゴヒゲアザラシの愛称である。2002年8月、玉川のマリコ橋付近に出現。新聞やニュース等でも取り上げられ、話題となった。その後、神奈川県横浜市港北区の鶴見川の大抗橋付近や同市西区の片平川の横浜駅近くなどに出没。鶴見川や片平川は、 典型的な都市河川として水質が悪いと思われていたため、市民から大丈夫かという不安の声も出たが、それ自体は気有に終わった。いずれの河川も海水と真水が混じり合った、寄水域を持ち、マちゃんの餌となるエビや魚が豊富であるため、素性出没したのではないかと解説された。マちゃんの動向が報道されることにより、市民の関心が薄かった。 都市化成や東京湾の状況に関心を持たせる効果を生んだ。当時の総理大臣である小泉純一郎氏も内閣府内のインタビューでコメンするなどメディアで話題となり2002年新語流行語大賞の年間大賞に選出されている受賞者は佐々木裕二、黒隅裕子。玉ちゃんはアゴヒゲアザラシの名入個体だったが結局無理な捕獲は ショック死させる可能性が高いため、あえて生還という対応が取られた。また、野生のアザラシに近づくのは危険だという側面もあった。2003年以降、玉ちゃんと見られるアゴヒゲアザラシが、埼玉県朝霞市の荒川、埼玉市桜区都市岸市にまたがる秋ヶ瀬橋と、JR 武蔵野線荒川橋梁の中間に出没し、翌2004年前半まで見かけられるようになり、 ブームが継続する。しかし、同年4月以降は姿を消し、同年7月には、たまちゃんは海に帰ったという報道もされているが、その行方は定かではない。たまちゃんフィーバーとマスコミに形容されるように、たまちゃんにあやかるような、様々な企画が展開された。2003年2月、横浜市西区より特別住民票を与えられ西区の名誉民となった。 登録名は西玉尾。住所は西区西平沼町片平川らが五眼。青年月日は不詳。性別はオス。なお、住民票発行の根拠となる法律は存在せず、法的には市町村や特別区が配布する広報印刷物の一種に過ぎない。これに関して在日外国人20人がコメディアンのデーブ・ガタリジの主催で動物を住民登録するのなら、 私たち人間にこそ住民票とアザラシのコスプレをして抗議行動を行う一幕もあった。これ以後、各地で怪獣を中心とした野生動物が一定期間出没したことで特別住民票を発行する自治体が相次いだ2009年に串路市で出没したら、このクーちゃん等多数。まちゃんを題材とする楽曲、ほとんどがアマチュア歌手。 作家によるインディーズ版が作られた。経緯は不明であるが、たまちゃん温度という同盟曲が多数作られている。テレビ朝日系列で放送された、テレビアニメ、釣りバカ日誌、第26話、浜ちゃん家に、たまちゃんがやってきた。の巻、前編、2003年6月28日放送、第27話、浜ちゃん家に、たまちゃんがやってきた。の巻、後編、 2003年7月5日放送においてアニメ出演を果たした。2002年8月7日、玉川に名入したアしたゲアザラシが撮影され、ビデオがフジテレビに持ち込まれ、ニュースやワイドショーで取り上げられる。PR 会社、プラップジャパンがこれに目をつけ、素早い PR 展開方法、批判を受けない上手な動物活用、河川事業 PR の盛り込み方など緊急検討し、 10日、国交省京浜河川事務所に流域住民向けのアザラシによる河川事業 PR 計画を提案した。いなくなる前にという制約もあってか異例の即採用となった。16日にはアザラシ情報のページが開設され防災用カメラで映像中継も用意されるとアクセスが殺到しメディアも連日取り上げるようになった。プラップジャパンはちゃん人気のみでは 意味がなく、京浜河川事務所のメッセージを伝える機会であるとし、マスコミや住民対応についても助言していた。想定問答集を作り職員が同じ対応になるようにした。取材時に水質について質問があれば単に、水質のみを答えるのではなく、玉川の汚れの主な原因は生活排水なので、住民の意識でもっと綺麗にすることができると添えるよう、教えた。 この主張に従って記事やニュースを報道してもらえれば成功ということになる。また、関係機関との調整やアザラシが死亡した場合の対応なども助言していた。その結果、マスコミに取り上げられた件数、パブリシティ8月15日から9月15日の1ヶ月で、在京 TV 局135番組、全国紙98紙。 雑誌も含めた2ヶ月間の広告換算額84億円。玉ちゃんニュースに関連して、玉川の水質浄化、自然環境や浸水事業への理解や関心を扱った多数の報道、ウェブサイトのアクセス数を増やし市民の意見を集められたことなどの十分な成果を収めた。京浜河川事務所は成果を国交省内の広報コンテストで発表し、裏方として、 PR 計画を進めたプラップジャパンも PR の目的が達成でき、自社の成功事例として紹介している。玉ちゃんの出没から1ヶ月経過した2002年9月には、宮城県元吉郡宇多津町、現在の南三陸町で別のアザラシが出没し、ウッタちゃんと名付けられるなど、アザラシ追っかけブームが発生。これ以降、東日本地域を中心とする太平洋、 日本海沿岸各地で野生のアザラシやアシカカ、北オットセイ等イルカなどが出没するたびに報じられるようになった。2006年9月にはタマちゃんが出没した荒川と並行する新菓子川沿いの川越市の田畑で衰弱した野生の北オットセイの子供が発見され、新ちゃんと名付けられる上野動物園職員が捕獲、収容後、 鴨川シーワールドで半年ほど過量して2007年3月に、銚子沖で放流された事例もある。2011年10月上旬、埼玉県四季市の荒川の秋ヶ瀬取水席付近に、たまちゃん以来7年ぶりに、アザラシが出現。10月10日にテレビ朝平が報道し、翌11日12日は、東京キー局 NNN 系列では、情報。 ライミアネ屋のユー u t u b のクルーを含むテレ局、NHK 埼玉放送局と主要新聞社の取材陣が秋ヶ笠取水石そばの堤防に集結し、報道を見た数十人の近隣住民らがマイカーや自転車で見物に訪れる事態になっている。なお、見物人の増加により、取水席の管理用地や道路上に路上駐車する車が現れたため、秋ヶ笠取水石の管理所では、 車の移動や河川への立ち入り禁止を促す警告放送を実施している。当初の報道では、マちゃんの再来とする媒体もあった。が、報道各社の取材で別の種類のゴマフアザラシだとする各地の水族館職員の証言が相次いでいる。このアザラシは四季アラちゃんの名前で特別住民票が交付されることになった。 2012年11月25日開催のタウンページ協賛ゆるキャラ R グランプリ2012に四季荒ちゃんが四季首相公開のキャラクターであるカッピーと共にエントリーした2011年10月25日時点で NHK 在京キー局での四季荒ちゃんに関する報道は102番組で合計7時間47分30秒に及び これら一連の報道による、四季市への広告効果は、日本モニターの試算によれば、CM スポット料金換算で75億円に上る。これは2011年度の四季市の広報活動予算の、約324年分に相当するとされる。2013年3月7日、鳥取県鳥取市の小山池ではモンアザラシの子供と思われるアザラシが発見された。小山池は、 長さ3キロメートルの湖山川で海とつながった翡翠であり、そこから迷い込んだと推測されている。鳥取市では、同年9月から、小山池を中心とした会場で、水と緑のオアシス鳥取2013第30回全国都市力カフェアが開催予定であり、鳥取県知事、平井新嗣は、それにちなんで、小山緑、小屋ちゃんと命名。県の公式サイト内に専用ページ。 小屋チャンネルが設置された。同月12日には、鳥取市から小屋ちゃんに特別住民票が交付された。市長の竹内伊佐は、末永く小山池に住んで、緑化フェアの盛り上げに、一役も二役も買っていただきたいとコメントしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。